はい、始まりました、コンビニチャンネルのハルピョンです。あなた誰ですか？コスモスです、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日は何？いや、まあ、誰かみたいになってるから。誰ですか？いや、まあ、誰とは言いませんけれども。はい、ということでね、今日は本当に何ですか？はい、いや、あの、結婚式です。誰のですか？ヒカルです。ヒカル、結婚おめでとうございます。おめでとう。いやいや、雨降りすぎやろ、結婚式の日に。なあ見てください、なんぼこの雨降っとんねん。ということでね、あの、私たちのマネージャーのいつも動画に出てくれているヒカルが結婚したということで、今日はご招待いただきました。はい、ご招待いただきまして、はい、そうです。で、あの、みんなこう思ってると思いますよ。いや、お前ら結婚式までそんな動画にしてなんやって思ってるでしょ。違います、ヒカルだっての希望でね、あの、もう動画にしてくださいと言われております。なんやったら、なんかグループライン作られて撮影可能ですみたいな名前にしてあったって。そう、わざわざそんなん送ってきたんで、ほんなんもう撮ろか言うて、逆に撮らされてる側です。あと、ご祝儀代稼がなあかんね。いや、それ言わんでいいっすよ、それは。お金ないんで。いや、お金ないことはないでしょ。今日のためにね、服もね、一式用意したんで。いやいや、みんなそうですよ。高くないでしょ、その上着が、まあ、9000弱。これ、今日の朝買いに行ったんですよ、さらに。店員さんと一緒に悩んで、センスないんで、選んでください言うて。お姉さんは可愛らしい顔してるので、みんな言うねん、それ。店員さんみんなに言うねん。ほんまに思ってくれてそうでした。いや、違う、もうみんなに言うてるから。真に受けるやつおらんねん、それ。あれ、このネックレス、これもおかんのお振る。おかんのやつね。で、このドレスが、まあ、レンタル4000円。レンタルすな、4000円って。買えよ。靴、シーン、カバン、シーン。シーン多いな。ヘアセット5000円。ヘアセット5000円。うん。高っ。早朝料金も入ってるから。いやいや、もうそれ、いつもとそんな変わらん気するけどな。僕、見て後ろ、靴を吸ってください。後ろ。これ、リボンで1000円。リボンで1000円。もう、高い。びっくりですよね。大変やな。リボンをちょっと切ってクペペペって結んで1000円。なるほど。これベロア生地なので1000円。ベロアかどうかは分からんで見てるわ。普通のやつやったら500円やったけど、まあ、じゃあベロアでって言いました。いやいや、ファッションショーええわ。稼がなダメなんですね。いや違う違う、いいよ別に。今日稼がんでも別にいいからね。まだもう言うてる間にね、もう受付時間になるんで、この雨の中外出るのはちょっと億劫ですけど。今日これちょっとほんまに雨降りすぎてんねんって。これすごいよ。行きましょうか。ああ、行きましょう。それでは、あ、違うんです。今日やりたい企画があって。何？結婚式で泣いたら即帰宅。帰りやじゃん、もう。泣いてないよ。いやいや、もうあれやろ。あんたもう雰囲気で泣いてまうタイプやろ。いや、泣きませんよ。うん、泣いたら即帰宅、やっていきましょう。はい、やってください、じゃあ。はい、それでは早速、レッツゴー。邪魔したか。邪魔したか、ね。一旦緊張するんで、タバコ吸いに行きますか。いやいやいや。タバコチャレンジ。これ始まります。はい。シェフや。ここでもううるってしてき。帰宅しますか？いや、しませんよ。泣いてはないんで。これぐるって言ってるだけなんで。これ帰宅っすよね、これ。ええー、まあ、ポロッと来たら帰宅なんで。帰宅ですよね。ポロッとなっちゃうなんで。お二人のご結婚、ご承認いただけますでしょうか。ご承認いただけます皆様は、どうぞその笛をお出しください。一番いいかあかん、なんか気持ちが一番いいかあかん。光るなんか、じゃあかんですよ。動いてたね、あかんです。あれ、泣いてないですか？大丈夫ですか？泣いてないですよ。何がですか？もう帰ってもらいますよ。いや、帰らない、だってポローやから。あー、セーフということね。いや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 、ブーケトスを取りやがったやつは。あ、取ったあかんで。こういうのやったあかんで。言ってもうた。あかんで。本日はご対応の中、私たちのみんなでお集まりいただきありがとうございます。乾杯！早い早い早い！知らんのかお前、初めてか。うまくて、食べれない。本当に本当に食べれないんですけど。ちょっともうふざけるのはやめて、はい、真面目にいいですか。まずあの、お
座りください。僕の担当のマネージャーでして、はいはい、なので堅苦しいの苦手なんで、普段の呼び方でもいいですか。そうですね、レナちゃん、おちんぽこサービス。おちんぽこサービス、普段おちんぽこサービスって言ってるの。企画とか企画だよね。そして並びにご両家ご親族の皆様、本当におめでとうございます。おめでとうございます。大変違うよ、むちゃくちゃしてるよ今。暑いから今日天気良すぎて、天気が悪い、天気が悪い。僕が乾杯って言うんで、皆さんはおっぱいって言って、ごめんなさい失礼しました、乾杯と言ってください。皆さんの健康お幸せを願って、乾杯。大丈夫ですか。大丈夫ですか。何がですか。あ、カモちゃん。カメラ回してくれることにより収まりますよね。じゃあ泣き始めたところで行くわ。次は。うま、これうまそう。ファーストテイク今から。ファーストバイト。あ、ファーストバイトでした。ご飯美味しいですわ。飯食いに行くのちゃうからな。飯メインちゃうで。飯メインじゃない。飯メインちゃうで。あ、そう。あ、始まる。パンうまいじゃない。こんないる。バレたのじゃないですか。なんで俺のやつにつけんの。自分のやつ。お手は。何に付き合わされてんの。何やねんこれは。嫌な。嫌ですよ。全然嫌よ。嫌やな、社長がそんな抱きしめた犬持って帰るの。いやいや、持って帰るよ。持って帰るよ。持ち方がすごいなぁ、やめろって。なんで急にそんなエンジンかかってんだよ。終わりやぞ。なんでさ、今の最後にこんなエンジンかかってんだよ。皆様のお待ちまして、OK OK。 このゆるチャンネル、もっともっとさ、三次会に来たけどね、すごいエロい店来ました。やめてよ。やめてやってね、どういうことやん。まだ嫌よ。気持ち悪い、気持ち悪い。そのやりとり気持ち悪いわ。何回ね、企画をせずに済みました。あの、言うとけどこれさ、こういうのはどっちかが泣かなあかん。いや、泣きそうなところを動画回すことにより動画モードになってしまう。せやな。すいません、二日酔いで、撮れてませんでした。プラス楽しすぎて、動画回せてませんでした。すいません。すいません。久々にオートにしましたし。なんで？はい。車で行ってましたよね。車で行ってました。西回転したんですか？違います。社長にね、代行おごってもらいました。代行おごってもらった。運転代行おごってもらいました。で、代行おごってもらったついでに俺んち来て飲んでました。二人で最後。ああ、うん、いいですね。で、めちゃめちゃ飲まされてるんで、なんかしないんで。いいじゃんっつって。うん、で、めちゃめちゃオートにしました。俺が、って言うてるのを聞いて大爆笑してた。で、戻ってきたら、まだ飲むだろうっつって、あ、もう帰ってくれっつって。で、朝に帰ってもらいました。祝いの席やから、うん、しゃあないから。おめでたいです、ね。おめでたい。ほんと、おめでとう。今ね、ヒカルくんはハワイに行っておりますけれども。うん。まあ、結果的に、泣かなかったです。そうだね。多分ね、カメラ回すからやんね。うん。カメラ回さんかったら、多分泣いてたよ、あなた。そうですね。うん。結構危ない場面。もうほぼあれ泣いてるけどね。でもカメラって集中してカメラに、うん、なんとか保ちましたね。ダメですよそれは。ああいうのってさ、俺が泣くかあんたが号泣してべって言って、まあでも感動的だよね、うん、しょうがないよねって、何してんねんとか言いながらね、が良かったのに、どっちも泣かへんの一番あかん。で、俺も反省してる。俺途中から俺泣いたろうかなと思ってた。でもパッて前見たら社長が一番泣いてて、泣かれへんめっちゃ泣くやんと思って。ね、でもね、本当に感動的でした。本当におめでとうございます。ありがとうございます、ね。私、ブーケトス取ったんで、うん、次ですね。そうなんですか、知りませんけれども。次ですね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ブーケトスとか取ったあかんで。なんであれ取って喜んでる姿って、男一番冷める瞬間やから。あれブーケじゃなくて犬やったじゃないですか。いや、一緒やん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 。意味合いがそうやから一緒やから。